お待たせしました。ブリッジチャンネルです。さてさて、まあ、ただ呼びの案件ですけどもね。俺に挨拶させない。あ、どうぞ。平田瀬也、どうも、早稲田法学塾代表の平です。はい。まあ、なぜ今日僕がここに出てるのかっていうのをね。そうだけど、まあまあ、一応ね、話し合い進めてきましたんで、ただ呼びの。一個ね、僕ら勘違いするのは、うん、あの弁護士の方、破産管財人じゃなかったんですね。まだ破産手続きの前で、うん、裁判所に破産を申し立てる申し立て代理人なんですよ。そうそうそう、うん、だからまだ動画を救う可能性はあったっていうことですね、うん、もうだからもう聞いてもらえないんじゃないかって可能性もあったんですけど、うん、まだ大丈夫でした。はい、ということで、まあ動画を残すことができる可能性がある。で、その方法をまあいろいろと、うん、話し合いをしたという感じですね。で、ただ呼びの、まあ、スタディープルですね、うん。運営会社、そのスタディープル自体を買うことはまずもうないと。ないです。まあ、株主にね、とんでもない人たちいっぱいいるし、その人たちを相手にすることもありえないし、うん、まあ、ただ呼び含めの、そのスタディープルの負債がとんでもないと。借金の量がとんでもない額あると。それを引き継ぐことになる。まあ、まあ、当たり前ですけど、破産する会社っていうのはそういうものなので、うん、それも当然会社を買うってことは引き継ぐことなんで、うん、だからそれはないと。だからそのただ呼びの事業をどうする。そうですね、うん、まあ事業である授業ですよ、うん、それをどうするんだっていう、まあそれはもうね、僕らそしてあと宗先生も含めてね、うん、ずっとなんとかならんかね、これはどうだろう、あれはどうだろうで、うん、実はね、もう皆さんにまだ公にはできないんですけど、もう裏側でね、ちょこ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 動いてるんですよ、うん、はい、いろいろやってて、まあまだ可能性はあるっていうのはまあ見えたんで、うん、あ、よかったなと。結構ね、実は今日現実的な道が見えてきました。うん、そうですね、うん、なんでそっちで行くしかない。明らかに、まあ、僕がね、社長、現社長ですけど、話しに行った時はまだまだ可能性があって残すみたいな感じだったんですけど、もう破産する気満々だったなっていうのは。まあなんていうかさ、うん、社長を擁護するわけじゃないんだけど、うん、やっぱまあいっぱいいっぱいだったのかなっていう気もするよね。まあやっぱいろんな未払いがあるんで、うん、動画をただ救うのはやっぱ早ければ早い方がいいなと思いますね。まあそれは言えることだと思います、うん、いろんな未払いがあるんで、これ下手すりゃ消えちゃうよっていう、うん、ことなんで、まあそこは急がなきゃいけないので、まあ事業をどうするかっていうこと で、あと分かったことは、まあ僕らがね、株で負債を負ってるわけなんですけど、それで、まだ僕だったら200万円で、うん、で200万円だって言って、で動画の価値が、まあ、僕の持ってる動画の価値が200万円だったとすると、うん、それでまあなんか相殺するみたいな形で200万円損してるんですから、その200万円の動画くださいっていうのはできない。できないんだよ。できないということが、はい、分かりましたんで、はい、いやそれは狙ってたんだけどね、ダメだということでした、うん、はい、それはできなくて、まあ、簡単に言うとどうなっちゃうかっていうと、その200万の価値のものでも引かれるんだよね、こっち その株の持ってるものの価値とか、なんか10万ぐらいにされちゃう可能性だったりするんで、うん、まあ、変な話、森田先生が取った授業をお金ももらわないで作った授業を、森田先生がお金を出して買わないといけなくなるっていう意味不明な事態になっちゃうんだよね。そう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 、このだったとしたら、まあ、これは一例ですよ、うん、そうなるとは限らないですけど、これこっちの株の方も10万ぐらいですみたいなのになって、聞いたら、はい、じゃあこっち190万、あなた190万円払ってみたいになる可能性があると。だから動画一つ一つこう買ったりなんでっていうのは相当難しい、ちょっと厳しいんだよね、はい、っていうことが分かったんで、それは現実的じゃないっていうことで、うん、まあ、やるのであれば、その事業自体を買収するっていう可能性、だから動画だけを救うっていうのはなかなか難しいっていうのが、うん、まあ、今日話し合って分かったということなので、うん、いやー、どうしたもんかねー。うん、だまあ、ただこんな中でも助けてくれようとしてる人がいるんだっていうことはよく分かりました、うん、あ、ちなみに ね、メールとかでね、いろいろ来たりもしてるんですよ、 うちの方でみたいなのあるんで、あの、これでっていうのある、ありがたいんですけど、先言っておきますね、額が全然足りませんそんな何万とか何十万のレベルではないので、うん、この話ですね、そう簡単に事業を買収をできるわけではないので、相当なそのダメージを負ってくれる方でないといけないということで、うん、ただ名乗りを上げてる方もいらっしゃったりするので、それは本当にありがたいなということだと思います、うん、こんな状況でも、あのね、皆さんの作った講師たちを作った授業を救済しようとしてくれる方もいるということで、はい、本当にありがたいとしか言いようがないですよ、うん、本当にありがとうございますで、まあそういった形でいろいろと話を進めているって感じですね。はい、その通りでございます。ちょっとまだね、まあ本当に実はこの動画を撮るもうほんの数分前までその話をしてて、で実は巧妙が見えてきた。うん、見えましたね。うん、ただまだ巧妙はまだ一筋で、うん、
これが本当にね、この光としてパーって広がっていくかっていうのはまだこれからの話なので、ちょっと本当にね、ちょっと歯切れの悪い動画になっちゃってると思うんですけれども、ただ、なんとかね、ちょっとこう未来をつかめるんじゃないかなっていう気がしてきたので、どうかね、皆さんからの応援が一番の力になるんで、どうか期待して待っててほしいなというふうに思いますね。応援をお願いします。いや、これ、いろんな、まあ、パターン考えたじゃないですか、うん、僕らも。こういう道、こういう道、うん、こういう道って言って、で、いろんな、まあ、現実を、ね。結構甘かったね。はい。見せつけられた感じでも会社が潰れるってこういうことなんやねっていうのはすげえ勉強になったよ、うん、こんななんだなっていうのはね、うん、いやーでだからいくらね忠義側がねやってたことがひどかった、うん、まあ違法性もかなり高いしいろんなことがあったけれどもそれでもなんとかなるわけじゃないんだなと、うん、こっちがそれを主張してそうなんだよ、ね、こうなんだからって言ったところでそのただでじゃあ動画手に入れられるとかただ事業手に入れられるとかっていうのは全く無理だってことがそうだ、ね、よくわかりましたはいそうだったのかもういくらかその主張で権利主張へのプラスになる可能性はあるけれども、うん、まあほんのちょっと、うん、ああそうなんだっていう現実もちょっとね本当にああっていうダメージも受けました、はい、やっぱりそうなんだね、うん、元気なかったもん元気なかったねまあ助けられるかもしれないっていうまあだから前のね動画とかってかなりねいけるかもみたいな感じでしたけどそう簡単ではないんだっていうのもまあまざまざと見せつけられる、うん、まあねこれに関してはね本当にうちの弁護士も言ってたもんやっぱ本件の場合単純にね誰がねいくらの契約したけどまだこれだけいくらいくら払われてませんとか、うん、それ単純なお金の契約の未払いとかだったら話が単純なんだけれども、うん、債務債権がだけど今回の場合先生たち一人一人とかを考えてみても本当であればこれぐらい払われたんじゃないかみたいな、うん、でもそれが払われてないまあこれってやっぱり債務といえば債務であり債権といえば債権なんですよ、うん、だけどじゃあそれを実際具体的にどう計算するのとかそもそもそんなのをねどう立証するのみたいなところとかも、うん、やっぱり難しいんだよね、うん、やっぱ現実は甘くないわこれはこういうことなんだなっていうのはね、うん、はい現実も見た感じそう簡単にどっかのまあいろんな人がねお金集めてやればいいじゃないですかもうクラファンじゃ無理、うん、いやクラファンじゃ全然無理で集まんないし、うん、で文字が買えばいいじゃんいやー相当大変、うん、自分のね無料で作ったものをそんなでかい額出してそれきついよねってそうかとでしかもまあ世の中の役には立つかもしれないけど買ったところで回収できんのってところあるからね、うんだからそんな中で出資してくれる人いるのみたいなだから話題性のためにとかってやるのもちょっとねって思った、うん、だからどっかのね有名な人とかがさ話題性になるんだから買うとかっていうのでもないなっていうのは分かったんでちょっとその辺のもうちょっと詰めないといけないなっていうのは、うんはい、痛感しました先ほどの話し合いで、はい、やっぱそんなに大変なんだなっていうのをはい事業を買収するのって、うんここまで大変なものなんだなっていうのは、まあ、はい、わかりましたんで、はい、引き続きなんとかね、それを実現させる。まあ、だから、本当に言った通り、神戸は見えました。うん。はい、ただ、事業、ただただ買収しちゃったら続けなきゃいけないんで、うん、YouTube チャンネル終わりっていうわけにもいかないんで。うん、そうそうそう。事業をじゃあ手に入れてどうするのっていうところですね。そう、うん。そっちのこともやっていかなきゃいけないとかっていうのもあるんでね。うん、それにね、じゃあ取り戻したら、じゃあ、ユーテラどうするのっていう話にもなってくるし。うんうん、そうね。そんな、僕がどんだけ動けんだとかね、いろいろな問題もまだ残ってはいるんで、ちょっとまだやらなきゃいけないことはちょっとまず見たなという印象でございますね。なんか面白いことでも言っとくか。なんで？どういう振り？怖い怖い。やだやだやだ。そんな振りやめて。はい、もうだってそんな気分じゃないし、もう現実をはいバッチリ見たんで、はいもう。わかりました。まだ言っちゃいけないこともやっぱりあったんで、うん、いろいろこれもダメですこれもダメですみたいな話し合いで、それは結構まだ多いからね、うん、ちょっと歯切れが悪くて、はい、それはすみませんが、まあうまくいったらね、こうなってましたって言えるんで、うんうん、そうだね。はい。でまあ、あとはいろいろなそれぞれの忠夢の講師たち今までのですね、その人たち、俺はねもうねそこにだけもう気持ちがあるのは、うん、まさにさ例えば鈴湯なんかもそうだけど、うん、彼をやっぱ忠夢に送り出してしまったのは俺だから、うん、っていうのもあるし、あとはほらその鈴湯からつながりでまたいろんな人が入ってね、そう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 、であとはほらやっぱ他の先生方もさ、この間生配信とかでもね、うん、やっぱいろんなねやっぱお気持ち聞いてると、なんとかもう俺はね、ほんと先生たちになんかいい形で何かこう、お返しできたらいいなと思ってるから、もうそのことしか考えてないですね。いや、すごい。そのね、うん、だから助けてあげようと考えてくれてる方もね、そういったことまで聞いてくれてたので、あ、そう、同じこと言ってくださってね。お、すごい、ありがたいなと思ったんで、はい。ぜひとも、今後どうなるか見てください。はい。待っててください。
とりあえず、はい、なんとかまあそれが緊急というか、緊急というかまあね、はい、まあ、今終わったことです。まあ我々もね、まさに今の今の話だからね、ちょっと話にまとまりがないんだけどね、はい、まあでもこの我々の空気感がリアルだと思っていただけたらと思います、はい、不安に思ってる人もいるかもしれないですけど、まあ多分救えんじゃないかなと、まあ分かんないです、ただ一人一人の先生も分かんないんで、まあそうだね、僕らが救ってみたところで、うん、いやいやうちの動画は残さないですよっていう人もいる可能性は全然あると思う、その辺のことも、まあ、でもそれはそれでね、先生たちの権利だからさ、まあそれは俺いいと思うから、逆もしかりだからね、もうすでに消してる人たちが、うん、ああなんだ森田先生やってくれるんだったらって戻してくれる可能性も、ね、うん、それはあるっていうのも、ね、あるんでね、はい、そういった感じになります、はい、まあ、今後も追っていきますのでよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。デキボーチン。